テニソン男爵は、連合王国貴族の男爵員。1884年に、詩人アルフレッド・テニソンが除されたのに始まる。初代テニソン男爵、アルフレッド・テニソン詩人、アルフレッド・テニソンは、17年にわたって遂行した、アーサー・ハルムを追悼する調子、イン・メモリアムを1850年に発表し、警官詩人の称号を得た。その後も、 バラクラバの戦いでのイギリス景気兵の突撃を描いた景気兵の突撃やアーサー王伝説を描いた王の牧歌、妻の幸せを願って死にゆくスイフを描いたイノック・アーデンなどの詩を発表した。そして1884年1月24日の直居場で連合王国貴族サセックス州アルドワース及びワイト島フレッシュウォーターのテニソン。 男爵のマーク・オーブリー・テニソンが5代男爵を継承したが、彼にも子供がないため、彼の死後には、初代男爵に遡った分流にあたる、デイビッド・ハロルド・アレグザンダー・テニソンが6代男爵を継承した。彼が2016年現在の当主である。ありがとうございます。